小さい頃は、まあ、一番きっかけというか好きになった理由ですね、あの落書きですか。落書きしても父と母があの怒らなかったというかね、まあ、紙とかじゃなくてあのいろんな壁とか襖、ね、あと柱、あと昔はねあのすりガラスってやったんですよ、うん、でその裏はあの鉛筆が描けるんですよ、うん、でそれで、いっぱい落書きしまして、でそれをね褒めてくれるんです、上手って、まあ、それが好きになった理由ですね。学生、まあ、小学校から、まあ、好きになった理由の流れですけどね、あの漫画ですね。漫画で昔だったらあの戦車とかゼロ戦とか潜水艦とかそういうのを好んで描いてたんですよ。でそれで何回も描くようになったのがですね、学校で僕の周りにですねいっぱい友達があのすごいとうまいというわけですよ。いっぱいこう何人も僕も机の周りにこう人が来るんですよね、ちっちゃい頃、うん、でそれでどんどん書くようになりますね。だからそれがまあ一番こう、あ自分って絵がうまいんだと、まあ勘違いするわけです自分でね、うん、まあ勘違いっていうか、まあ、それがまあ好きになった理由ですけど、でそのまあ延長線でやっぱ図画工作とかが好きになって、でどんどんこんなまた先生からも褒められる。だから褒められることが、好きになった理由で、で なおかつやっぱ上手になっていくと、うん、いう感じ。そしてまあ小学校高学年になって水彩ばっかりだったから油絵描きたくて、で親に父親にですね頼んで、あの新聞の片隅にですねあの通信教育の募集をやってたんですよね、東京の方で、日美絵画研究所っていう、とこだったです。で小学6年の頃それに入会して3年間、小6、中1、中2はあの油絵を描いて、そしてそれを送るわけです東京に、うん、そして、批評とかがあって作品がまた返ってくると、その繰り返しをやってましたね。で中学校に入って、もう暴れるっていうか、あのやっぱ運動がしたいっていうことで、特にあの自分の場合あのちょっとだけ人より、ちっちゃいんですけどジャンプ力あったんですよ、うん、とかあと懸垂とかも得意だったんですね。でそれで体操部に入りました、うん、体操部と美術部っていう、美術部っていうのはないんですけど、あの必修クラブっていうのがあったのね。1週間に1遍だけはあの自分の好きなそういう今でいう部活みたいなあのじゃなくて、それは体操部、部活は、そして、クラブがそのなんていうんですかね、必修クラブが美術の方っていう感じで、で、中学校はそう過ぎまして、どうもこの絵の方でやっていきたいっていうことで、何があるかなって、将来はってやっぱ思い始めるわけです中学生はですね、うん、そして卒業して、高校に入りまして、美術部に入りました。そこにはですねもう今でいう100号ですね、襖の 1.5 倍ぐらいある大きさですよね、そういう作品がバーッとテラスに並んでるわけです。あの美術部来ませんかという入会の、案内ですね。でそういうのを見て圧倒されました。で、まあ、美術部入ろうか、そして体操部も見に行ったんですね。そうするともうやっぱものすごくもっとジャンプ力のある、先輩たちが飛んでるわけですよ、ね、でそういうのを見ては、でも将来考えると体操じゃ食べていけないなっていうことで、美術部の方がまだ自分にね、いいなと思って美術部入って、で油絵を本格的に始めたという感じですね、はい、学生時代そういう感じです。テーマっていうのはあのコロコロ変わっていきます。まあただ僕の基本としてはその時一番感じたもの、うん、感動もあるでしょうしね、またはこうわびさびにこう描きたいとかね、あの注がれるものがあったり、
うん、そういう感じで、テーマ一貫してこれっていうことはないけど、まあ強いて言えば、愛おしいものですね、うん、自分にとって愛おしく感じるもの、うん、それが動物であったり人、例えば自分の娘だったりですね、うん、そういうものをテーマにやってますね。ただその時やっぱ感じたものですから、なんていうかな、物にもこう、例えば鉄の錆びたものとか古い、たくさんこう人が使ったもの、うん、だからどっちかというとあんまり新しいものに対しての感動はないんですけどね、うん、ですから、まあ、どっちかというとそういう、うんうん、ものまたは精神的にこう痛いもの、例えば何て言うかな、うん、まあ、人間生きていくと、まあ、そういう災害であったり、まあ、悲しみがあったり、うん、ありますね。でそういうものを絵に表現できないかなとか、そういうことも考えたりしながらいろんな、タイプの絵を描いています、はい、今はそんな感じですね。普段絵を描いてるときは何か BGM 流れてるんですよ。クラシックであったりジャズであったり、ロックであったり、うん、まあ、ポピュラーな音楽であったり、うん、それもね、普段やっぱり音っていうか音楽っていうのは聴いてますね。だからそう違和感ないですね。でただ自分が写実絵画も描きますけど、抽象画って言いますかね、そういうのも書きますので、いろいろ体験というかそういうのがあるから、なんかいろいろミックスしてできるかなと。今日初めて聴く曲もあるでしょうし、でその曲から感じたもの、それがちょっともね表現できればいいかなと、そんな感じでね臨みたいと思いますけど、最近のテーマは逆行する、まあ、ある意味のちっちゃな反逆ですけど、どういうことかと言いますと、まあ、今世間で写実絵画は、まあ、人物、それも綺麗な女性を描くという絵が、まあ、いっぱいあります。で今最近はですね、それに反対を、反対というのはの絵を描きたいと、うん、例えば若いっていう反対は年を取ったということですよね。それに対して、女性と若い女性に対して、女性に対して男ですね、年を取った男、この人たちを今テーマに書いてます。今3枚目を書き終わったとこ、105ですね。でもう1回書くんですが、それはやっぱり、年の人で僕と関係ある人、大体もう絵仲間ですけどね、だから80過ぎの人もいらっしゃればね、70過ぎというぐらいですね、人たちをたくさん描いております。で最後にそれが13人になるんですよと、13人が並ぶわけです。105ずっとつないでいくわけですけどね、13人になりますと、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたですね、最後の晩餐という絵があるんです。それでもう一つの最後の晩餐ということで、そういう絵をね、最後どっか美術館でね展示したいなって思っています。ただそれ以降はまた新しく考えると思います。